一体何なのだ。先ほどから一人で考え込んで、この私が聞いてやる。話してみろ。申し訳ありません。実は先ほどの戦でロキ殿が見せた表情がどうしても頭から離れず、迷いと、そして何か悲壮な覚悟を決めておられるように感じました。ご自身の果たすべき目的のために。紹介殿、オーディンの内定をしていたあなたはロキ殿とも行動を共にされたはずです。何かご存知なのではありませんか。そう、これといって思い当たることはないね。ロキ自身の目的と言われても、見た限りではオーディンには従順だったぞ。しかし、なぜそれほどまでに奴のことを気にするんだ。こうなってしまっては倒すしかないだろう。このまま別れてはロキ殿と心を開いて話せる機会は二度と訪れない。無性にそう思えてならないのです。ふん、ならばさっさと奴を追いかけたらどうだ。そこでため息をついているよりよほど建設的だ。ですが、このような状況で軍を離れるなど。この私が軍に合流したのだ。お前が一時別行動をしたところでさしたる影響はない。違うか。紹介殿、お心遣い感謝します。私はロキ殿を追いかけます。
敗れたロキはゼウスの武器ケラウノスを真田幸村に渡して去った。ロキとの戦いの中で幸村は彼の心に迷いが生じていること、目的のため何か悲壮な覚悟を固めていることを感じ取る。ロキと話す機会はもう二度とないかもしれない。幸村は友と信じる彼を捨ておけず、その後を追うのだった。あれはオーディン配下の者たちか。やはりロキ殿は彼らと合流したのだな。幸村、私は君を裏切った。恨んでいるだろうな。ロキ殿はオーディンに付き従う者、それは紛れもない事実だ。しかし私の願いが叶うまであと少し。邪魔をされては困るんだ。ロキ殿はオーディンとは別の目的で動いている。そう思えてならないのだ。なればこそこのままロキ殿を放ってはおけない。ロキ殿が貫こうとしている思い、そして友として今私にできること、それが何なのか最後にもう一度問うてみたい。いざロキ殿のもとへ向かわん。去り際のロキ殿の表情、まるでもう二度と会えぬかのような。一体何をやり遂げようとしているのか。ロキ殿を探し出し真意を問わねば。敵の中にはロキ殿の行方を知る者もいるはず。確かめねば。なんだ敵か。ロキだと知らないな。お聞かせ願いたい。知らねえな。どこかで貴様らを滅ぼす算段でもしてるはずさ。早く追いつかねば。他の場所も探してみよう。さすがです。あなたならばと思っておりました。奇襲か。迎撃せよ。ロキ殿を探している。居場所を教えていただこう。知らねえ。知っていても敵に落ちやしないがな。ここでもなかったか。ロキ殿一体どこへ。敵軍か。のこのこ入り込むとはいい度胸だ。ロキ殿は今どこに。お答えいただこう。俺とて命は惜しい。ここは教えるしかないか。ロキは中央の拠点にいるはずだ。さっきそちらへ向かうのを見たからな。間違
らにロキ殿は、かたじけない。さすがです。あなたならばと思っておりました。あれは、雪村。まさか、私を追ってきたというのか。竜となっていいぞ、とどめだ。騒がしいと思うが。その程度の数がここまで乗り込んでくるとは。ちょうどいい。ロキ、怪物どもを奴らを始末してみせる。できるならばいい。怪物ども侵入者を迎え撃て。その資料を切るぞ。さすがです。あなたならばと思っておりました。存外粘るのか。ならばこれはどうだ。あなたこそ天下無双の強者です。ここは譲れない。いざ参る。全て砕いてやる。兄上、それに親方様。カインの虎、噛みついちゃうよ。これは兄上や親方様ではない。ただの幻。それでもお前たちの底力存分に見せてもらえる。行け。奴らの望みを断ち切る。雪村、このままでは大切な友を死に追いやる。この痛みを私は知っている。もう二度と同じ過ちは犯せない。さすがです。あなたならばと思っておりました。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろう。こんなところで死ぬ気なのか、雪村。君がそのつもりだとしても私がさせはしない。ロキ殿、お会いできてよかった。あなたともう一度話がしたかったのです。ああ、私もだよ。だが今はこの状況をどうにかすることを考えよう。ロキ、やはり裏切ったか。愚かよ、まだ。ならばお前にも絶望を与える。この力生きて帰れると思う。この数の怪物、とても相手にはできない。敵の少ない道を選び、基地を抜け出そう。はい、共に参りましょう。ロキ殿、全て砕い
さすがです。あなたならばと思っておりました。ロキ殿と共に戦えることを嬉しく思います。ですがこのままではあなたは主を裏切ることに。ロキ殿、本当に良いのですか？主を裏切るなどどうということもないさ。友を失う痛みに比べればな。この勉強存分に味わえ。また幻影か。だが無駄だ。我が槍に迷いはない。どうしよう、踏んじまった。いつもなら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろう。切り抜けられる。なんという屈辱。いつもなら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろう。さあ我らにあだなす愚か者を防御する。あれは三成殿の幻影か。兄上や親方様だけでなく三成殿まで。目障りなのだよ、早々にお引き取り願う。討ち取ったぞ。東紫龍剣山、ここは私が出るしかなさそうだ。いざ参るぞ。私がなすすべもなく負ける。無駄だ、オーディン。もうその手は通じぬ。さすがです。あなたならばと思っておりました。雪村、あと少しだ。ここさえ抜ければなんとか逃げ切れる。ロキ殿と二人なら必ずや。さあ共に参りましょう。そう簡単に逃がすと思うのか。滅びる諦めてはなりません。いかなる死地にあろうと決して望みを捨てず前を向く。活路とはそのようなものの前にこそ開かれるものだと私は信じています。雪村、たとえこれが最後になったとしても
私は君を友と呼べて嬉しく思う。さあこっちへ来なさい。世界に新たな道を切り開くのよ。雪村、よかった。怪我はないようだな。それにロキ殿も。ここは兼続殿、いつの間に私はここに。私があなたたちをここへ呼び寄せたの。ありがたく思いなさいよね。君はロキ殿、この方をご存知なのですか。私はオリュンポスの神ガイア。人間たちの言葉で分かりやすく言うとゼウスの祖母ってとこね。あ、でもおばあちゃん扱いは絶対禁止よ。降臨早々一仕事やってのけるとは。さすがはガイア。わざわざ一度肉体を捨てて融合世界の外へ迎えに行った甲斐があるという。肉体を捨ててガイア殿を迎えに。もしや以前アレス殿に撃たれたのは全てその計画のうちだったのですか。いや、さすがに息子の裏切りまでは予想外。ガイアを呼び出すのはわしがオーディンに敗れた時の奥の手として考えていたのだが、その策が図らずも今実を結んだというわけですね。まあそうだな。ケラウノスを奪還したおかげでわしの肉体には再び力が戻ってきた。故に彼女を受け入れる体制を整えられたのだ。まだやや理解の至らぬところがありますが、おかげで助かりました。感謝いたします。しかしガイア殿のそのお姿は。ああ、その説明がまだだったわね。昔オリュンポスの大地を生み出した時、その代償として体を失ってしまったのよ。けど今回はその方が好都合だったわ。完全な姿じゃきっと異界に入り込めなかった。この姿でさえ随分と時間がかかったんだから。とにかくガイア、実にいい時に来てくれたよ。私も今しがたオーディンと手を切ってきた。今後は公然と君に協力できる。協力だと。まさかガイア様はロキに力を貸していたのですか。なぜアースガルズのロキに。やはりそうであったか。予想はできていたが、他の者は詳しく知りたいだろう。ガイアよ、話してはもらえんか。そもそもオーディンの危険な動向についてロキはこの遺体が生まれる前から気づいていたの。彼から話を聞いた私はすぐに調査を始めたわ。
ロキとゼウスの息子、本物のペルセウスと一緒にね。本物のペルセウス殿、それはどういう。おのおの方、一大事よ。オーディンの軍勢が退去して攻め寄せてきよった。話は後にして、急ぎ戦の支度を整えられ。オーディンめ、早々にガイアの降臨を嗅ぎつけたか。ひとまずここはしのがねばならんな。みんなで町に出るのって超楽しい。食事も買い物もかなり盛り上がるしね。こういうのが友情ってやつなのかな。